素朴派とは、主として19世紀から20世紀にかけて存在した絵画の一傾向のこと、ナイーブアート、パントルナイフと呼ばれることもある。一般には、画家を職業としない者が正式な美術教育を受けぬまま絵画を制作しているケースを意味する。そのため別の制御がある者が多い。アウトサイダーアートも参照。素朴派の画家は、美術界の潮流や、 技術的なことにはあまり関心がなく、かえって独創的な作風に至ることが多い。どのような手法で描くかよりも、何を描くか、すなわちモチーフにこだわる傾向にある。素朴派の作品は、対象を写実的に描写した具象的な絵画が、ほとんどであることから、一般的に前衛性はないが、例えば、セラフィーヌ、ルイア、アンリ・ルソーなどの一部の作家については、 前衛的な要素を認める考え方もある。また、素人画家とはいえ、グランマ・モーゼスのように晩年になるにつれ明らかに進化を見せるものもおり、特徴と言われる稚拙さは、あくまでプロの画家と比較した場合の相対的なもので、ある。素朴派について語られるとき、プリミティブアート、プリミティビスムという概念が、しばしば議論される。素朴派や精神障害者、未開芸術など、 世紀の西洋美術の教育から外れた美術はプリミティブ・アートと呼ばれるが、それらの芸術が20世紀の美術界に与えた影響は大きくプリミティビスムという潮流を作り上げた。著名な画家にゴーギャンやパブロ・ピカソ、モディリアーニ、シャガール、パウル・クレイなどが挙げられる。しかしプリミティビスムは19世紀後半のモネやゴッホによって注目されたジャポニスムに比べると、 研究が進んでいるとは言いがたい。例えば、ゴーギャン自身は、素朴派の画家とは異なり、十分な美術教育を受けたとは言えないまでも、少なくとも一時は、印象派の影響を受けており、また古典的な伝統絵画も研究していたので、プリミティブアートではなく、それらから影響を受けたプリミティビスムと呼ばれる。それに対して、自身が精神病患者であった、ゴッホの扱いは難しい。 独学の精神障害者の芸術という点で、プリミティブアートであったという見方も、ある一方、ゴーギャンと同様印象派の影響を受け、ミレーなどの伝統絵画を研究していたゴッホは、自身を伝統絵画の歴史を継承するプロの芸術家であると自認していた。よっていわゆる、素人画家、日曜画家ではなく、プロの画家として活動していた時点で、プリミティブアートとは読めず、 プリミティビスムとみなすべきであるという見方もある。一方で、喫水のプリミティブ、アートと目されるルソーも、一見正当派美術には無関心であったかに、見られがちだが、実際は、ルネサンス時代の画家パオロウッチェロからの影響が見られることや、絵の具の扱い方においては、プロかおまけとも言われる技術の持ち主であることから、すべての面において素人だったとは言いがたく、プリミティブ、 アートとプリミティビスムの境界は今日でも曖昧である。エイチルソー作、ネムルジプシー女・女1897年、ニコピロスマニ作、マラクニーの宴会ルイビバン作、ジャングルカッコ内は、正式な職業日本人では、次のような画家が素朴派とされることがある。また、画家ではないが、次のものが素朴派とされることもある。ありがとうございます。